うまい、うまい、あんよ。ちょっと待ってよ、ちょっと待って、レベルが高すぎ。よーっしゃー、ちょっとうまい、うまい、あ、ついた。はい、上がったよ。はい、どこ、パパパパパパ、そう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 、そういうこと、そういうこと。おい、おさえて。どうも、かさくです。どうも、山さくです。よろしくお願いします。さあ、今日なんですけども、はい、トンボさんの持ち込み企画ということで。ありがとうございます。よろしくお願いします。今回の企画は、ズバリ、はい、昭和の懐かしおもちゃで遊んでみた。いやー、そうなんですよ。そうなんです。なんか、トンボがいろいろ見つけてきて、はい、昭和のおもちゃ。そうなんですよ。はいはい、はい。やっぱり、子供たちとかね、うん、スイッチとか、うん、まあ、今時のゲームでよく遊んでるじゃないですか、梶原家ね。そうですね、うん。ここはちょっと昭和の懐かしいおもちゃで遊んでみたら、果たして楽しめるのかということで、うん、今回、3つ。はい、な、用意してると、はい、いうことなんですよ。そうなんです。だから要は世代で言うたら僕とか嫁作とか世代ってことかな。そういうことですね。でも嫁作どうなの、昭和のおもちゃとか知ってんのかね。知ってる知ってる。結構遊んでたよ。あ、ほんまに、うんうん、なるほどね、うん。まあちょっと子供たちのリアクションも楽しみよね。そうですね。あと大人もおそらく懐かしいってなって、そうです。盛り上がるかもしれませんけども、はい。ちょうどお二人が小学校とかのね、うん。うん、世代のゲームなんで。だからトンボが20歳ぐらいって言っておく。なんでだよ。何歳設定でやってんだよ、俺。いやもうさ、バイキングさんなのよ。もう小峠さんなのよ。ちょっとインスパイアされすぎてない？されてるもん。なんでだよ。やっぱ好きだから、やっぱり。好きだからね、はい、なんですけども、いやこれはちょっと楽しみ、楽しみでしょ、ですね。そう、うん、だから結構古いおもちゃやから、古いです。3つ今回用意してもらったんやけど、はい、だ手に入れ方がね、そう、ネットで、ネットで、うん、売ってるんですよ。そうそうそう、売ってるんですか、まだ売ってるんですよ。俺も見たんやけど、もう定価はおまへんからね、えらいもんで。そうですね、やっぱプレミアつくから。うん、手に入らないです。手に入らへんから。だから今家にあるものとか置いとった方がええでな。そうですよ。これあと20年後30年後やな。そういうことですよ。メリカリで。メリカリって偽物。すごい偽物。まあとりあえず今回ね、あのうちの子供たちも向こうに今いてるんで、はい、あのまあやっぱり年、な、推奨年齢かな、はいはいはい、っていうのがあったりするから、それに合った子たちを呼んで、うん、ちょっとみんなで楽しくやっていきたいなと思いますんで、うん、じゃあ早速行きましょうか、うん、はい、はい、というわけで本日もせーの、おらっしゃす。さあというわけでまずはこちら、豚ミントンでーす。これ懐かしいでしょ。懐かしい。これ嫁さくも知ってる、うん、持ってた持ってた。あ、持ってた持ってた。あ、ええー、とこの子や。そんなこともなかったけど。ほんま、うん、俺これ家庭にあるとこはええとこの子のイメージじゃないけど。かさくちなみにやったことはないかな。あの CM では見てたよ。あ、そうか、ちょっとコマーシャルやってた。あ、そうか、やってた。豚ミントン寂しい話。俺は基本粘土、粘土しかしてない。粘土、粘土。あ、あれだよね、あの餃子作ってたって。そうでしたね。やりたいなってずっと思ってた。ああ、よかった。じゃあその思いを、梶原少年の夢が叶う。そうわ、うん、よかった。懐かしい。やってよかったわ。存在はもちろん知ってるんです、うん、はいはいはい。あれさんもやってたんや。やってた。家にあったんや、うん、こんなちっちゃかったっけ、はい。私なんか立ってやってたイメージだった。だから嫁さくちっちゃかったからよ、うん、今も大きなってもうだから。立ってもできないよね。いやだから嫁さくがまだこれぐらいの時に。ちっちゃいね。ちっちゃいね。大好きだった。豚ミントン。そう、うん、でもなかなか出してくれなくて。え、なんで？やりたいって言っても、うんうん、やっぱりこう準備が必要だから。あー、まあ、あー、なるほど。忙しいからね。そう、うん、今日ダメ今日ダメみたいな、特別な日に遊べるって感じだった。へえ、これはすごいな。すごいですよ。箱がすげえ年季入ってる。このおじさんめっちゃ覚えてるもん私。え、どのおじさん？このおじさん。あ、このおじさん。そう。覚えてるんですか？覚えてます、覚えてます。CM に出てたおじさんですね。いや、なんかこの箱に映ってるこのおじさんの絵をすごい覚えてる。ああ、そうなんや。会いに行ってみたってできんじゃん。元気かな、おじさんね。おじさん元気かな。ルール的にはこれ、あれでしょ、だから。なんか最初に言わなあかんやったっけ？これは最初に、ワン、ツー、スリー、ブー。で、サブ。それ、トンボが考えたの？考えてねえよ。ブタミントンの公式ルール。覚えてます？めっちゃ覚えてないです。ワン、ツー、スリー、ブーでサーブしなかったら失格っていう。ちゃんと書いてありますから。厳しいですね。説明書に、はい、だからサーブ失格、失
格です。もう、負けってことですか。先に10点、選手した方が勝ち。はいはいはい。ということでございます。あれ、これは、サーブ権が移動するってことですか？そうです、そうです。どっち方式、バレーみたいなこと、点数入れた方がサーブそのまま続行みたいなこと？そういうことです、そういうことです。バレーもそうやんね。はい。うん、そう。そうやん。うん。何時もママさんバレーやってるでしょ。どうだったっけって。そうやな。そういうことです。OK、わかりました。うん。で、その両サイドに赤い豚さんがいると思うんですけども、はい、点が入るたびに動かしてって、10に行った方が勝ちってことですね。あ、これね。はいはいはい。あ、順番にこう、1ポイント、2ポイント。めっちゃ邪魔ですね。お前、めっちゃ邪魔やん。いや、でもこれもだから駆け引きの人。来たらめっちゃ邪魔。なるほど。いや、でも楽しそうやね。はい。じゃあ先攻後攻はじゃんけんでいいかな。じゃんけんでいきましょうか。じゃあいきましょうか。はい。せーの。最初はブーじゃんえ、何何が違う？え、これもルールじゃない？違う。一応、まあ、ブタミントのルールじゃないんですけどね、最初はブーは。うん、あ、そうなの？はいはい。初めてだったからちょっとびっくりしちゃった。初めてだったからびっくりしちゃった。うん、よし、じゃあ、できるか。さあ、どうなる？やらない。やらない。正解です。正解です。じゃんけんぽい。あいこでしょ。あいこでしょ。オッケー、はい、じゃあサーブ権はい、対策から初めてやるからな、俺はい、あ、こんなことなんねや。そういうことですよ。いきます。ワン、ツー、スリー、ブーあー楽しい楽しいですよ。え、これ何回ブーしてもいいの？何回ブーしてもいいです。なるほど、はい、オッケー、いきます。はい、ワン、ツー、スリー、ブーおいけお、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 すごい、うま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 い、お、うまい、うまい、ちょ、うまいが大変。あ、強い、うまい、すごい、白熱しましたわ。白熱するな、白熱するな。着やしいんやけど。これもちろんネットオーバー者がな。そうです、ネットオーバーはダメですよ。これワン、ツー、スリー、ブー、ブー返しってありなの？え、どういうことですか？もうブーブーみたいな。あ、ブーブーもありなんじゃないですか？やってみようか、一回。はい、いくよ、はい、ワン、ツー、スリー、ブーブーダメじゃん。全然ダメだよ。今強かったな。強かった、今すごかった。うまいっすね、嫁さん。嫁さん、やっぱ経験者やから。経験者っすね、やっぱり。異常にうまい。やだ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 。はい、ワン、ツー、スリー、ブーブー嫁さん、嫁さん、うますぎる。うまい。わかった、俺ちょっとコツつかんだ。早めのブーだ。これ早めのブーがいいわ。早めのブーほんちゃん、はい、早めのブーですよ、早めのブー、早めのブー、うまいな、早めのブー、早めのブー、ほら早めのブー、早めのブー、うまい、うまい、何がちょっと待ってよ、ちょっと待って、レベルが高すぎる、よーっしゃー、ちょっと待ってください、違うのよ。え、これ世界レベルじゃないですか。2人ともちょっとこれ世界戦見てんのかなと思うけど、これレベルが高いっすね。こんなに俺ラリー続くと思いませんもん。うん、そうなん、はい、俺も器用やからさ。めちゃくちゃ2人ともうまいな。おっしゃ、これでも多分10ポイント制にしたら他の子供たちの時間あれになってまうから、うん、そうですね、5にしようか、5にしましょう、はい、やっとサーブ権来た。はい、来ましたね。いきます。はい、ワン、ツー、スリープでもな、いや大丈夫けど落ち着け。早めのブー、早めのブー、早めのブーっていうのがある。早めのブーでしょ。そのブーとパブロンは早め痛い痛いちゃんとね、持ちこたえるよね。そう、ね、すごい、何いや、今ちょっと技術に溺れたな。うん、やば、ラストラスト、やば。さあ、じゃあいきます。はい、ワン、ツー、スリー、ブー。さあ、どうなる、止め作がこのまま決めるのか。おぉ、耐えた、耐えた、頑張れ頑張れ、すごいすごいすごい、頑張れ頑張れ頑張れ、すごい、すげえ、払いたい、面白い、いやいや、今言わないやあー強い、強い、嫁さんクロッシャーリーうまい、うまい、カジサックもすごかった、俺よう耐えたよね、あれ
やりたいね。いや、これはちょっと全国大会やりたいですね。ちょっと今日帰ってやろうな、これ。いや、すごかったな。こんないい試合が見れるとは。うまい。オッケー、じゃあ大人はこんな感じで。はい。これは、年齢的に当時かんな。はい。次ちょっと対決してもらいましょうか。そうですね。はい。どうも、トシです。どうも、カツヤです。よいしょー。さあ、ここはちょっと当時とカンナで対決してもらおうかなと思います。はい。ちなみに、パパとママガチンコ対決した結果、うん、ママがボロ勝ちしました。うん。まあ、さっき説明したんで、はい、サーブはワン、ツー、スリー、ブーで、はい、5ポイントマッチです。はい、じゃあ、まずサーブ権はじゃんけんでいきましょう。はい、せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。はい、よいしょ。はい、じゃあ、じゃあ。はい、じゃあ、カンちゃんサーブかな。さあ、ではいきましょう。ワン、ツー、スリー、ブー。あっ、おっ、あっ、あっ、ちょっと、ストップ、ストップ、当時が出ちゃってるんで、1ポイント、これちょっとちゃんとしょうがないと、視聴者さんも見てるから、はい、そうですね、うん、じゃあ次、カンナもう一回サーブね、ワン、ツー、スリー、ブー、うまい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 、すごい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 、めっちゃうまい、うまい。これちなみに本番前にリハーサルでトンボさんと中野さんやったんだけど、全然ラリーつかない。めちゃくちゃ難しかった。あ、そうなの？おうなあ、はい、すごいすごい。あれ、もう 2-0？ 2-0 ですよ。じゃあ、いくか。ワン、ツー、スリー、ブー。あ、でも当時うまい。あー、やっぱりさ、いや、ちょっと失敗したね、今ね。失敗だなー。あれ ?3-0？ やば。やばいよ。やばいよ。ワン、ツー、スリー、ブー。お、うまい。うまい。お、すごい、すごい、すごい。お前、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 うまっ、うまっ、すごい、おー、すごいわ、すげえ、すげえ、すげえ、レベル高い、うま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 い、頑張れ、頑張れ、いいぞ、へぇ、へぇ、へぇ、ちょっと待って、すごいね、梶原家がすごいんじゃないの、すごい、いや、俺、トンボと中野がしょぼいと思う、ワン、ツー、スリー、ブー、お、よ、お、いや、お、いや、おすごいすごいすごい、王子が追い上げてきました、追い上げてきた、ちょっといい勝負、ちょっと掴んだっぽいな、うん、ワン、ツー、スリー、ブー、お、うまい、王子うまい、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 いけ、いい、いいでしょ、いいでしょ、いいでしょ、わあ、さすがに今のは無理だ。でも今のちょっと怪しかったな、若干カンナが出てたっぽかったよな、でも2位についてたよ何回か、そういうのもちょっと気になった、そうかそうか、じゃんけんで、いや今のなしにしよう、ノーカウント、次から厳しくいくよ、はい、ワン、ツー、スリー、ブー、あー、ついたお、3対3だ、やばい、すごい追い上げてきた、ワン、ツー、スリー、ブー、頑張れ、あれ、当時来たね、いや、来た、マッチポイント、待てよ、ワン、ツー、スリー、ブー、いけ、うまい、うまい、うまい、ナイス、うまい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 、あ、着いた、お、すげえ、4対4、すごいことになってる、すごい、さあ、次取った方が勝ちだ、どうなる、ツー、スリー、ブー、おわっ、お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 っ、ちょっと笑ーというわけで、カンちゃんの勝利、何回か何回かついてる、なんかちょっと怪しかったけど、でもね、でもどっちも勝ちー、いや面白い、どうやってみて、楽しかった、楽しいよな、めっちゃおもろ、カンちゃんも楽しい、これだから令和の遊びでもいいよな、いいわ、ちょっとさ、この辺とか昭和の匂いがするやんか、はいはいはい、デザインが、うん、新しくブタミントンさんの会社とかがさ、はいはい、ちょっと令和っぽくさ、確かにね、新しく作ったら、人が喋ってるのにプーじゃないんだよ、人が喋ってる時にプーは一番ダメだろ、ありよな、ありありあり、いや面白かった、最後です、いや面白かった、じゃあ次のゲームいきましょうか、はい、はい、
さあ続いてのおもちゃなんですが、はい、その前にですね、はるちゃんがあっちの部屋にいたんですけども、はい、こっちに来たいという方に来てこれました。はるちゃんかわいい。すいません、はるちゃんここにいます。審査員みたいになってる。一点集中してる。というわけなんですけども、はい、続いてのおもちゃはこちらでございます。チクタクバンバン。やったー、懐かしい。これもなんか俺も見たことあるレベルやな。あ、本当ですか。こういう山下くどう。なんかね、これやったことある。このなんか入れ替えるやつ。あ、ほんま。うん、これだったかどうかは覚えてないけど。ほんと。うん、これどうなんすか、ルールは。これだからそちらに書いてある通り、時計が来るぞそれ急げ、落とさないように道を作れって書いてあるんですけど。書いてるね。もうまさにこれなんですよ。ええ、スタートしたら、はい、まず動き出します時計が。はいはいはい、はい、で、ベルが鳴ります。ベルが鳴ったら一人目の人がスタートです、うん、で、手前の、そのパネルは必ず動かさないといけない。はい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 。時計のある次のパネルですね、うんうんうん、を必ず動かさないといけないんですけれども、はい、道をこうやって作っていくんですね、うん、で、またベルが鳴ります、うん、ベルが鳴ったら次の人にバトンタッチ。あ、そのベルを待っとくんや。そうですそうです。で、交互にやっていって、うん、はい、道がなくなったり、はい、時計が落ちちゃったりしたら負けっていうゲームです。なるほど、はい、結構頭脳戦なのかな。これ頭脳戦ですよ。まあ、とりあえずやってみようか。うん、そうですね。オッケー。これじゃあ先行こことかは最初に決めちゃうの。はい、そうです。オッケー。はい、チクタク。ちょっと思いつかなかったの、ま、間違えた間違えた。最初はって言わなあかんかったの。そうですね。チェックタックとかなってもういいです。はい、じゃんけん、ほし。ほし。キューバ。じゃあ、嫁サックが先行ってことで。はい。どっからスタートですか。こっからですか。どこからでも大丈夫です。だから最初にスタートする人が場所を決めていただいて。あ、もう勝ち負けっていうかさ、楽しんでやる。まあそうですね。とりあえず、はい。はい。ベルが鳴ったら嫁サックからです。じゃあ行きまーす。はい。すげえ。はい。ベル鳴りますよ、もうすぐ。はい、なった。はい、動かして。え、ん、はい、解釈。うん、いいですよ。あ、あ、はい、嫁作。どうすんのこれ。あー、もう無理じゃん。動かせないから、これは嫁作の負け。あ、そうなんの。そういうことでございます。今のでも俺ちょっとずるくなかった。ずるかった。まあ、でも、うん、そういうゲームですからね。そういうゲームだから。あ、そうなん。はい、なんか気持ちよくない。なんか申し訳ないもん今の。もう一回やろうか。もう一回やろう、もう一回やりましょう、やりましょう。はい、じゃあ楽しい。よかった。じゃあ俺から行こうかな。はい、やってみよう、うん、さあなったらスタートですね。はい、解散。ちょっと動かしてね。はい、こういうことでしょ。そういうことです。はい、嫁さん。あ、これもう止まっちゃったな。ああ、はい、違う違う違う。はい、やめさ。そうね、そこを動かさないと。ああ、ナイスナイス。はい、カズさん。ああ、こら。ああ。マジで、ほんとに腹立つ。無理なんだけど。はい、やめさっくの負け。でも端っこからやろう。ちょっと早い。楽しくない。あ、珍しく嫁サックの負けず嫌いが出てるね。あー、おもろい。はるちゃん、楽しい。楽しくない。そこはリアルだったんだ。かわいい。この辺から行くじゃん、この辺から、うん、そうだね。はいはいはい。キーキー言うね。やっぱ古いから。やっぱそうですね。じゃあちょっと大人チームはラストで行こうか。はい。どっちが行く。先行後攻。戦後。俺これ得意かもしれない。いいですね、夫婦でやるのね、はい、でも時によって喧嘩になるかもしれない。そうですね、うん、行きます。はい、さあベルが鳴ったらスタートですよ。これでもだいぶ、はい、スタート。そう、そこを動かさないと。ここ、そこ、そこ。はい、こうやっとこう。さあ、嫁サック。はい、いいですよ。これあかんやん。はよ。あ、当たった。ちょ、遅いわ。それはないわ。ちょっとこれもうだって無理やん。あー、ちょっと。だからはい、ということで、嫁サックの負け。
すんのがさ、ルール的にさ、はい、最後も微妙にピリリってなってたから、そうですね、そうなったら俺も負けみたいになるのかな。うーん、そうかもしれないですね。だね、これか、多分、うん、うん、運もね、うん、でもめっちゃ早く動かしたら、なるほど、なるほどね、無理な気がしちゃったもん、私も途中でやろう、うん、楽しいね。いや、楽しい楽しい、うん、俺でも豚ミントの方が好きやろ私も豚ミントンやりたい。これ、嫁さんこ俺、若い薄好きすだけど嫁さんこにハマってないから楽しくないおい昭和のゲームやで、そうそうそう、でもね、思い出してきた、もう全然好きじゃなかったこれちょっとじゃあ当時とカンちゃんにもやってもらおうか、あの二人がなんて言うかね。そうですね、うん、さあ当時カンナにも、まあ、ルールはもう説明してます、はい、先行ここだけ決めよう。じゃああっち向いてほいやろ、最初はグーじゃんけんぽい、アイコールショー、あっち向いてほい、じゃんけんぽい、あっち向いてほい、じゃんけんぽい、あっち向いてほい、じゃんけんぽい、今さこうやんなかった、まあ、いいやじゃんけんぽい、愛知向いてほい、愛知向いてほい、名古屋の方向かなまずどっちってなる、愛知向いてほい、普通のじゃんけんしない、いや最初はグーじゃんけんぽい、じゃあ行きますよ、はい、こっから行こうかな、じゃあ、うん、どっちが先行、当時先行ね、うん、じゃあビリリリってなったらね、はい、スタートです、お願いします、はい、お、押さえた、はい、なった、そう、はい、次ビリリってなったカンちゃん、はい、カンちゃん、どういうこと、どういうこと、動かさないと、そう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 、そういうこと、そうそうそうもう一回、はい、当時、あっ、あっ、これは、これはあ、なったなったからもう無理なんだ、これだ、積んだから当時の勝ちになった、そういうことなのよ、そういうことなんです、頭脳戦なんですよ全然あれ全然楽しそうじゃない女性陣に、そうっすね、受けが悪い、もう一回やってみよう、もう一回やってみよう、次カンちゃん先行でいこうかそうそう、それではいきますよ、表情が曇ってるわ、スタート、カンちゃんからいこう、はい、カンちゃん初めむずくない、あ、来たよ、はい、はい、動かした、そう、そこ、そうそうそう、そこ動かして、あ、カンちゃん、それダメだ、え、動かさないと、カンちゃん、そこだって行き止まりだろ、ほら、でも、うん、あ、ギリギリで変わったか、あ、でも、これは道が作れない、あ、これはダメですね、カンちゃん、道作らないとダメ、作らないとダメなんだ、そうそうそう、どういうこと、道をとにかく絶対に作らなきゃダメ、道作ってないじゃんだから、ここは、だからここは作れないから、もう作らせないようにした人の勝ちってこと、そうそう、そういうこと、そういうことね、これ、もうパパが謝らないといけない違うと思うんだけど、もう一回行こう、とにかくもう一回やってみよう、うん、じゃあ次、先行どっち、当時行く、はい、よ、スタート、はい、はい、当時、そう、ここは動かしてね、そう、はい、カンちゃん、おい、うま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 い、はい、当時、お、なんかええ感じやな、おあ、これ当時やばいんじゃない、変えてない、やばい、やばい、やばい、あ、これ当時やばい、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 て、てかもうチリリってなってたで、え、あ、なってました、なってた、あ、なったら、なったんだったらでしょえ、でもなる前からここ変わってなかったよな、そう、確かに今のだから当時の負けた、当時の負けだ、あ、うん、そういうことやな、うん、もう一回やりたいわ、もう一回いく、うん、いいよ次じゃあどっち行く、先行カンちゃんね、それで行きますはい、カンちゃん、はい、カンちゃん上がったよ、はい、どこ、ここ、ここ、ここ、そう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 いうこと、そういうこと、これやばくない、はい、当時なったなった、そこ変えないといけない、カンナだよ、いや絶対無理だよこれだからこれだからつっこれちょっと、はい、喧嘩になりそうなんでもうやめますやめましょう、これはやめます、はい、まあ、当時どうやった、当時は楽しかった、楽しかった、楽しかった、カンちゃんは振り返りがヨメサックとカンちゃんには全くハマりませんでしたねこれは、まあしょうがないよ、ね、昭和のゲームって、おもちゃって言ってもう何十年も前のゲームだから、これはもう30年以上前だもんね、そうだよね、うん、あ、面白い、まあちょっと、まあこれはそうだね、うん、豚ミントンまたやろうかでも今日まだもう一個あるから、はい、そうですね、うん、
さあ次なんですけども、はい、こちらですね、はい、エース決めるぜエキサイトテニスっていうやつなんですけど、はい、なんかトモさんが、はい、このおもちゃはちょっとそうなんですよ、なんかある言うて、このおもちゃだけ実は平成のおもちゃなんですよ。あ、これ昭和じゃないね。そうなんですよ、はいはいはい。で、このおもちゃにめちゃくちゃ思い入れのある人物がいて、はい、それがズバリリオちゃんなんです。そうなんですよ、はい、リオちゃんのなんか思い出のそう、思い出のおもちゃなんです。はいはいはい。これちょっとその思い出をリオちゃんにちょっと語っていただこうかなと。わざわざこのためだけに、はい、今日リオちゃん来てくれました。すいません、リオちゃんよろしくお願いします。お願いします。リオです。すいません、なんかこのためだけにというか、そうなんですか。そうなんです。実はこれどういうあれですか、思い入れがあるんですか。これは小学校 3,4 年生ぐらいの時に発売されて、はい、で両親が私のお誕生日に買ってくれたんです、うん、で当時 Wii とかがなかったからこういう体を使うのがすごい画期的で、そのお誕生日の夜に家族全員で大盛り上がりでやって、で、まあ、今日はもうあのいっぱい遊んだからまた明日にしようねって言ってみんなが寝静まった頃、うん、私は自分の部屋で寝てて、うん、どうしてもこっそり練習がしたいと思ってしまって、負けたんかな、その夜にやった時、ね、負けたんかな、うん、で特に末っ子でなんかみんなが同じレベルからスタートできる遊びなんか今までなかったので、そうかそうか、すっごい楽しくって、はい、一番上手くなりたいと思って、寝静まった頃にこっそり起きて暗闇の中で朝7時頃までですね、一人でずっとやってたんです。これを、はい、で強くなったんすか。で、強くなった。で、今夜も楽しみだ、うん、みんな起きてくる、もう寝ようって思って私が寝まして、はい、で、次の日の夜もうしめしめ、上手くなってるぞ、うん、みんなやりましょうねって言って起動させようとしたら、はい、つかなくなってたんですよ。え、なんで。いや、多分、うん、長時間やりすぎてしまってもう何も反応もしない。壊れちゃったってことですか。そうなんです。使えても何もできなくって、うん、で家族みんなであれ昨日の夜そんななんか乱暴に振り回したりしたっけ、うん、なんでだろうなんでだろうって言って、私だけが理由を知ってるんですよ。それどうしたんですか、リオちゃん。そこで正直に言うたのか。いや、もう当然もう黙ってずっとこれはもう墓場まで持っていかないといけない。みんなのゲームを私が壊したと思って、黙って黙って、で30歳になりました。じゃあね、ご両親ご兄弟、はい、この動画で初めて知るんじゃない。そうですね、初告白です。あったって、みんな思う。あいつだったんだって今なってますよ。今なってるかもしれない。だからこれリオちゃん1日しかやれてないんですよ、うん、あ、そういうことか、はい、なるほどね、はい、で、おそらくリオちゃんはまあ子供の時でしょ、はい、夜中、夜な夜なやってる時も結構乱暴にやってたんちゃう。ブンブンやって悔しいからウェーッつってやってて、出ないとさ、壊れへんと思うの。そうですよね。で、ちょっと悔しくてガンとかやってんじゃん。ドキッてしたでしょ、その夜つかんかった時。しました ね絶対に私じゃんと思って。それは面白いね。じゃあリオちゃんも何年ぶりにやるんですかこれ。いや、もう20年ですね。20年ぶりに、うん、ちょっとじゃあこれせっかくなんで、はい、一発目僕とリオちゃんで体験しますか。それがいいですね。僕はちなみにやったことないです、はい、でも多分得意やと思う、こういうの。あ、確かに。やってみましょうか、うん、また夜な夜な練習させてやりますわ。さあではここからは僕とリオちゃんの対決でやっていきたいんですけども、はい、ちなみにちょっとやってみたんですよ、うん、そしたら難しくてタイミングが、うんうん、でリオちゃんにコツを教えてもらいました、はい、その状態での対決になりますので、はい、先生堂々とよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ行きましょう、はい、まずこれキャラクターを選んでください。キャラクター、はい、じゃあタクヤで。じゃあタクヤで、はい、はい、さあリオちゃん、ナオでお願いします。ナオ、ナオで、はい。あ、そこもやっぱりキャラ大事にしてる。じゃあ行きます、はい。懐かしいんじゃないですか、めちゃくちゃ。すっごい懐かしい。ね、20年ぶりでしょ。なんか知らないんじゃないかってぐらい懐かしい。上画面がリオちゃん。はい。そして下画面がカジサクですね。そうですね。はい。だから僕からサーブってことね。はい。じゃあ行きます。はい。うわーし。よし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 。リオちゃん。取ったよ。
いきます。いやー何やってんの。やってるよ。やばい、友達じゃん。上がっちゃってる。いやー、嘘嘘嘘嘘、何この試合。俺もう勝っちゃうよ。勝っちゃうよ、リュウちゃん。いいの。いや、いやですね。あーすごい、今のすごいな。今のは良かったですね。からですよ。いきます。はい。あーっ、キワキワをいきます。キワキワ来るな。いきます。はい。わーれー。いや、何にも手抜いてないよ。ユースになりましたよ。いい勝負。熱戦になったよ。いい勝負、いい勝負。何すか今の。今なんか前来たよ。前来た。何今の。リオちゃん前衛にしてビビらせようと思ったらミスりました。前衛ってどうやって行くんですか。前衛はこのボタンを押してれば前に進めます。あ、ボタン押したら前に行くんですか。はい。いくよ。はい。遅かったんか。めっちゃいい試合。めちゃくちゃいい勝負。結構これコツは早めに振らないといけない。なるほど。今もう横でブンブンってブンっ て, さあ次解釈取った感じよ。そうですね。よっしゃあ、よし。すいません、リオさん。いや、あの持って帰っていいですか。壊すやん。絶対壊すもん。いや、でも面白いですね、これ。面白い。ちょっとこれは先行陣にせっかく来てるんで。そうですね。ちょっと難しいかもしれないけど、うん、あの本人たちやりたいって言ってるんで、はい、ちょっとやってみてもらいます。はい。どうも、せんちゃんです。トーカーです。おだーさあ、ちょっといい。ここから先行陣にやってもらうんですけども、はい、ちょっと練習した結果ですね、ちょっとセンちゃんまだ厳しかったから、はい、パパとセンちゃんで一緒にやりますので。なるほど。よろしくお願いいたします。これさ、コジとかさ、この画面見てるでしょ今、うん、今のゲームと全然違うでしょ、うん、どう思うこの画面見て。なんかね、うん、全然ね、うん、絵がね、うん、なんかブレたりして。そうだよね。そうだよね。パパとかママとかの時のゲームはこれだったからね。じゃあ行こうか、楽しく行こうね。よし、頑張れ。コジサーブね、コジサーブ頑張ろ、せんちゃん。落ち着いて。おい、あーやられた。すげー、コジ頑張れ。おし、あー難しいな、難しいな。で、うぃ、てぇだん。あぁあれ難しいんだよ。うん、頑張れ。だぁストレートでやられちゃって。もう一回いい、コジ。もう一回やろう。せんちゃんサーブ。せんちゃんサーブだ、行こう。よし、押して一緒に。あー、もう一回だ。せーの、押して。あー、もう一回ね。うん、押して。うん、押して、押して、きた。お、よっしゃー、ナイスだー。危ない、危ない、危ない。じゃあいきまーす。よし、持っていくよ。はい、押して、きた。よー、はい、タイもラリーしてる。押して、押して、ラーラー、はい、おい、押した、ダーン。あー、ナイス。戻ってるじゃん。じゃあ行くよ。せーの、さん、はい、押して、押して、おい、ナイス。よっしゃー。なんだこれは。行くぞ、せんちゃん。せーの、押して、はい、奥様へ。じゃーん。
しいね。難しい。いくよ。はい。押して。押せ。はい。よっしゃー。今惜しかったなー。うん。じゃあ今1対1だから。1対1。最後行こうか。はい。はい、さあこれで決まりますよ。はい。先生いくぜ。いいよ。どうしました。ここで。よっしゃー。ナイス。難しいね。いい勝負。いい勝負よ。はい。はい。まあだー。ああ、こっちだ。残念。カチ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 。だー。いやー。難しいな。ごめんなさい。さあどうなる勝負は決まっちゃうのか。だー。よし。おじ。カイさん、ほよー。すごい。スマッシュ出た。すごい。というわけで、コジの勝利。今のさ、え、何今の。すごいね。最後のがスマッシュみたいな。スマッシュ出ましたね。どうだった、コジ。最後のスマッシュが何だったのって思う。でもめっちゃ気持ちよかったんじゃん。うん。せんちゃん、ごめんね。パパ、力になれなかったけど、やってみてどうだった。でございます、うん、昭和のゲームいいね。いいですね、うん、楽しい楽しい。もう一回やりたい。もう一回やりたい。じゃあこれカメラ止めてからまたやろうか、うん、そうだね。その前にちょっと嫁サクと豚ミントンやってよ。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。